こんにちは、ネギミリです。今日は風船とわた、やっと入ってきました。なかなか行けられなかったこの風船とわたですけど、実はまだちょっと少なくて小さいんですけれど、枝が大変グリーンで綺麗ですので、今日はこちらを生けていこうと思います。やっぱりこの時期になると風船とわたってすごくいいなと思うんですけれど、今日本当に太い、かなり太い枝なんですけれど、横に流すような作品にしていきたいと思います。そして器は今日はグリーンで大変柄の入ったおしゃれなこの濃い色のグリーンのところからこの淡い色の風船とわたが出ていくのが綺麗かなと思いますので、はい、風船とわたが生けられました。ちょっとこちらになんかうねるような感じに生けています。そうしましたらここに谷渡り、はい、谷渡りです。横に長い葉です。こちらを生けていこうと思います。今左に流れるような感じになっていますので、その流れでこの葉も生けていこうと思います。なんかちょっと爽やかな風が、秋の風ですね、吹いてくるようなそんな感じがいいかなと思いまして、今日はグリーンの谷渡りを生けています。少し前に出しますね。こちらから後ろにします。そうしましたらここに今日はヒバです。コニファ系のものです。こちらをちょっと口元のところに行けたいなと思ってますので、今から行けます。こういうヒバ系のものが出てくると、あ、もう冬だな、クリスマスだなっていう感じがするんですけれど、このグリーンの柄のある器にちょうどグリーンのものを生けていますので、口元のところもグリーンの葉を出そうかなと思います。こう違う種類のグリーンがあると、やっぱりちょっとグラデーションで厚みが出るような気がしますので、今日はそちらでこちらを生けています。はい、オンシジウムです。やっぱりこのグリーンに黄色ってすごく合うかなと思いますので、結構好きなオンシジウムをまたここで生けています。花びらが一つ一つ、大変可愛いので、そして黄色もわりかししっかりとした黄色ですので、大きな作品でも大変映えるかなと思います。もう一本後ろ側にも行けます。アマランサスです。こんな感じ、こう垂れ下がってくるんですね。大変美しい色ですね。特に今日のは秋の色をして、ワイン色のアマランサスです。これもちょっとなかなか入ってきてなかったんですけど、ちょうど風船とわたと一緒に入っていたので、こちら黄色とも関係がいいかなと思いますので、生けていこうと思います。これは
こう垂れ下がってますので、あっちこっちに引っかかりますので、気をつけていけないといけないんですけれど。いいですね、なんか垂れてくる感じが、はい、垂れてくる感じが大変おしゃれじゃないかなって思うんですね。これでいつもこのアマランサス大好きなんですけど、緑のがアマランサスにあります。緑のもおしゃれなんですけど、今日は黄色のオンシジウムがいますので、こちらと合わせて、そして風船トマトにグリーンがいますので、こちらにかけてこちらの色にしてみました。この垂れる感じが何とも言えなく好きなんですけれど、なんか優しい感じになりますよね。アマランサスです。もう一本いけます。ちょっと高い方にいけてみます。はい、出来上がりました。今日は風船トウワタ、本当に待ちに待ってやってきた風船トウワタですけれど、これで2回目です。もう少し風船トウワタ今シーズンできるかなと楽しみにしています。どうもありがとうございました。